ただいまより特殊詐欺被害防止功労者に対する上野山警察署長の感謝状贈呈式を行います。感謝状、木村渚様、あなたは顧客に対する積極的な声かけと適切な対応により特殊詐欺被害を未然に防止し啓発活動に協力されました。その功労を称え、ここに感謝の意を表します。お客さんとして分かりましたなんて対応していればそれで終わっちゃってた案件なんだよね。それをやっぱり説得じっとして買わないように納得させるっていうところまでしてくれたっていうのは素晴らしいことだと思います。今回の事例がやっぱり一回お客様が不安なことを店員さんに声かけてくれたおかげで事件解決に至ったので、少しでも不安なことがあったら相談していただけるといいなって思います。